戦するのかなっていうのを思いましたけど、やっぱさすがのバットコントロールというか、本当に簡単に打ちますよね。改善することないと思うんですけどね。もうすごいので。まず吉田選手、今年からメジャーリーグ挑戦して、まあ、ここまでア・リーグで、まあ、首位打者みたいなところもあったりはしますけど、これぐらいもうやると思ってたよっていうぐらいの活躍ですか？結構対戦があるので、まあ、1年目なんでね、やっぱりこう、メジャーリーガーの、やっぱ外国人の球ってやっぱ動くじゃないですか。なので、そこに苦戦するのかなっていうのを思いましたけど、やっぱさすがのバットコントロールというか、本当に簡単に打ちますよね。バットに乗せるのが上手いというか、なんか詰まってるように見えるけど、やっぱり回転で持ってくるというか、本当にすごいなと思いますね。対戦成績は、はい、現役時代の秋吉さんと。どうですかね。いや、でも結構打たれたかと思うんですけどね、自分。印象としてはあんまり抑えてる印象はないみたいな。そうですね。でも、五分五分ぐらいですかね。なんか抑えてるったら抑えてる感じもするんですよね。印象で言うと、そんなにべらぼうに打たれているイメージはないみたいな。ホームランは多分打たれてないと思うんですよね、自分。ファイターズ3年間で。2019年も1本もヒット打たれてないですね。本当ですか。あれ、2020年も1本ヒット打たれてないですね。え、本当ですか。2019-20 で対戦してどっちも。21はあんま投げてないんで、10試合ぐらいしか投げないんで。じゃあ、2年間ゼロですか、自分。2年間ゼロですね。2019年に2つフォアボールありますけど、4打数0アンダー。2020年も4打数0アンダー。すごいですね。抑えてますね。勝ってますね。打たれてるイメージしかなかったんですけどね。いや、自分、オリックスに結構打たれるんですよ。なんで、すごいオリックスだから、打たれたなってイメージしかないんですけどね。まあ、吉田選手もまあ開幕当初ちょっと苦しんだ部分もあるかなとは思うんですけど、こう持ち直してきた理由みたいなところって見ている中であったりされますか？そうですね。やっぱり、まあ、その WBC の影響もあるかもしれないですけど、やっぱりメジャーって移動とかも結構あるじゃないですか。移動距離とかも結構すごいっていうのを聞くので、そういうのもやっぱりこう最初の方は慣れてないというかのもあったのじゃないかなっていうのを思いますね。やっぱりそれが慣れてきてメジャーの今まではやっぱり日本にいたので、日本の野球のその移動だったり、野球っていうのを分かってましたけど、メジャーリーグの方行って、やっぱりそこ1年目っていうことで、それが慣れてきて、だいぶこう、結果がついてきたのかなと思いますね。まあ今後、新人王みたいなところも期待されるかなとは思うんですけど。いや、本当に今、すごい打ってますし、あるんじゃないかなと自分は思うんですけどね。このままキープして、行けば、まあ、怪我さえね、本当にしなければあると思いますし、あとは、やっぱりメジャーの方がね、試合数多いので、日本よりも、やっぱりそこがね、やっぱり体にどう影響するかとか、終盤どんだけ体力が、体が持つかどうか、そういうところも大事になっていくのかなと思いますね。続いて、まあ、去年チームメイトだった千賀投手、どれぐらい活躍するだろうな、というふうにイメージされてました？いや、まあ、WBC でもね、一緒だったので、その時にね、やっぱりこのフォークっていうのはもう本当に強くて、から三振ばっかりの。やっぱりあれをみんな手出るんですよね、やっぱりね。ストライクがボールになるフォーク、お化けフォークですよね。まあ本当にすごいと思うし。まあ最近はちょっとあれか、合わせられてるかもしれないですけども、やっぱりそこは、分かっててもやっぱフォークは打てないと思うので、すごいなと思いますね。やっぱり1年目から活躍っていうのは、すごいと思います。はい。改善がこう期待されるというか、まあもうすでにすごいピッチングしてるんで、ここから改善っていうのを待つ。そうですね。改善することないと思うんですけどね。もうすごいので、完璧ですよね。やっぱり本当に、まあホークスもそうですけど、日本ハムにいた時から、やっぱすごい投手ですし、まっすぐは速いし、やっぱり変化球もすごいし、やっぱそれが、メジャーどんだけ通用するのかなって、自分も見ててすごい楽しいですし、改善することが本当ないと思いますよ。はい、ちょっと話それちゃうんですけど、秋吉さんも自身はメジャー挑戦してみたいなとかっていう思いとかって抱かれたりされたんですか？いやー、ないですね。それこそ WBC とか選ばれたりとかしたタイミングとかね。いや、その時はみんなに結構、記者とかの方にも、ね、やっぱ言われましたけども、いや、自分はまだ無理だなって。一応 WBC では本当に6試合かな。ゼロで抑えて、防御率ゼロだったんですけど、やっぱり日本の野球の方がっていうあれですけど、日本で野球をやりたいっていう思いがすごいあったので、メジャーっていうのは本当に全然思ってなかったですね。
じゃあちょっと日本人組、あの今年挑戦した組としては最後、藤浪選手、ここまでのピッチング、どういうふうにご覧になっていらっしゃいますか。まあね、本当に最初入った時は、もうすごい点取られたり、フォアボールだったり、まあ、日本にいた時のままだったかなと思ったんですけども、やっぱり途中からね、本当に配置転換、中継ぎに行くことになって、そこから本当に良くなりましたね、やっぱり。それがやっぱり、中継ぎになったことがすごい良くなったことかなと思いますし、それでやっぱりこう、トレードになって、トレードした相手がやっぱり今、首位のチームっていうことで、やっぱり期待されてるのかなって。で、しかもなんか、日本の時より球速くなってるなと思うんですよね。そうですよね。本当に100マイルボンボン超えるような、101マイル。はい。そうなんですよね。160キロバンバン出すんで、日本の時そんな速くなかったなと思って、この間見てた時に、日本のメジャーリーグのボールにもね、慣れてきたのかなって思いますし、そのままね、中継ぎとして、首位のまま行って、優勝できたらすごいなと思いますし。秋吉さんもご自身も1年目に、開幕ローテーション時点では先発で投げられてて、シーズン途中で中継ぎの配置転換みたいなところではありましたけど、はい、そのあたりのこうシーズン中に役割が変わるみたいなところの難しさとかってあったりされましたか？そうですね、プロ入って2試合先発したんですけども、まあ、結果が出ず、中津さんからもやっぱり中継ぎの方がいいってことで、やっぱり自分はもう中継ぎに行った方が良かったかなと思いますね。そっちの方がやっぱり自分にもね合ってたかなと思いますし、そのやっぱりさっきも言ったこの先発って中6でもあるじゃないですか。その6がちょっと嫌で、どんどん投げたいっていう感じだったので、ゲーム感覚が効くのが嫌だったので、それでやっぱり中継ぎの方が自分も結果が出てきて、そっちの方が良かったなっていうのは今思いますね。そういう意味で言うと、藤浪投手も確かに、まあ高校生時代のあのタフさが今蘇ってるような感じなんですかね。あのもう毎日毎日投げて。そうですね。やっぱり今までやってきたその投げ込みが毎日って言ったら、そっちの方が合ってるかもしれないですよね、やっぱ。